listening to Shibuya Cross FM. この月曜日時刻は13時です。 Double 8.5 FM 885 渋谷クロス FM 津田翔也のスタディ、パーソナリティの津田翔也です。今月もどうぞよろしくお願いしますと言いながらね、本当に先月ね、本当に申し訳ありませんでした。痛恨の極みでございますね。前日まで原稿を書いてて、さ、新年度の昼下がり、皆様いかがお過ごしですかってところまで書いてて、あれなんかお腹の調子も悪いし、なんかだるいなと思ってて熱を測ったらね、もうびっくり39度あって、いよいよついに来たかと、まあ、別に嬉しいことじゃないですけどね、まあ、とうとうやったなと思って、で病院に行って、もうびっくりしましたよ。やっぱ発熱外来って、もうなんか触れちゃいけないものに触れるような感じみたいな、もうなんか完全防護のみたいな、もう眼鏡かけてマスクしてフェイスシールドしてみたいな、僕何かあなたに悪いことしましたかっていう気持ちにすごくなったんですけど。でそんなところから始まってって、まあ、結果焼肉屋で悪いもの当たって、それが発熱したってことで気づいたんでよかったんですけども、ね、新年度、まあ、とりあえず落ち着いてて、ね、特にゴールデンウィーク明けとか一巡してふーってなった時とか結構体調を崩した人多いと思いますので、まあ、特にね今日みたいな僕の番組例によって雨なんですけれども、こういう時もね崩しやすいので、皆さん気をつけていただきながら5月のねこれから気温変わるタイミング過ごしていただけたらなというふうに思っております。さあ、それで、今日のスタディも、素敵なゲストを迎えしております。まずは、僕の友人でもあります前田直樹さんです。どうぞ一言お願いいたします。はい、前田直樹です。はい、本日はちょっと、まあ、いろいろお話できればなと思ってますので、はい、もうこちらも全力で活かしていただきたいと思います。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そしてもう一名、ループチャイルドから柴野真理子さんです。柴野さん、お願いします。どうも皆様こんにちは、ループチャイルド柴野真理子です。よろしくお願いいたします。お願いします。いやいや、ちょっとね、はい、もうこのね渋谷クロス FM、はい、初めて、はい、今出演させていただいてるんですけど、はい、すんごい個人的なお話ちょびっとだけいいですか。ぜひぜひ。私ですね、トロサーモンの大ファンでした。おお、そうなんですか。枠買ってもらった冠、はいはい、番組をですね、はい、YouTube の方でアーカイブ、はい、毎週欠かさず、まあまあ毎月か、あ、ね、あれご覧アップされたら必ず聞くと見て聞くっていうことやってまして、はい、そしてくしくも私が今座ってるところは久保田さん座ってるところですね。そうなんですよ。やばいですよこれは。ちょっとねキャピキャピしてます、ね、珍しく、やばいです。僕は本当に知ってる中でイケイケの FM 局はここだろうというふうに思っているんですけど、本当すごいですねクロス FM、はい、毎回アップデートされるたびに、え、同じ席で、うん、あの人喋ってるのっていうふうになると、なんか自分ビッグになった気がしますよね。嬉しいですよね。はい、嬉しいですけれども、よろしくお願いします。はい、そんな感じで引き続きね、今日は喋れる2人がいるんですごく安心感があるなと思っているんですけれども、FM ね盛り上げていきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、津田翔也のスタディ第2月曜日13時は、今日もここ渋谷区神南にありますシダックスカルチャービレッジ1階渋谷クロス FM のスタジオから公開生放送でお届けしてまいります。さあ、ということで今日のスタディ、すいません2ヶ月ぶりとなりますけれども、テーマは、原点回帰でございます。津田翔也が学びたいことということですね。まあ、タイトルそもそもスタディっていう風についているので、自分が勉強させていただきますよっていうスタンスでやってるんですけれども、今日は、まあ、先月体調を崩したこともありまして、前半は、ね、ヨガやビーガンスイーツとか、その他、そういうような、ね、活動とかイベントを、ね、主催されてて、コミュニティ作りも含めて活躍されてます、前田直樹さんから、お話いろいろ聞いていきたいなというふうに思っております。そして後半はバンドループチャイルド柴野真理子さんから、まあ、もちろん音楽の直近のね活動もそうですし、はい、もうラジオの大先輩として、やっぱり僕の大好きなラジオということと、真理子さんね、ラジオの感を話聞いていきたいなというふうに思っておりますので、はい、そんな感じでノンストップな50分でお届けしていきたいなというふうに思っております。ということで、今月のメッセージテーマでございますが、まずは健康に関して、まあね、20代とはいえやっぱりね、ガタが来る日はね、ガタが来ますので。そうですね、はい、来ますよ、はい、ありますね。もうなんかもうみんなね、アクセク働いてるじゃないですか、はい、知らぬ間にね
体壊しちゃうこともありますから、そうですね、それは今日も前田さんに私も聞きたい。そうですね、年度末新年度ってやっぱりねちょっと疲れたたってくる時期だと思いますんで、まず、ね、考え方も含めてこういうことやったらいいよみたいな話もね、なんかぜひ聞けたらいいなというふうにも思っておりますので、よろしく。個人的にですね、今右膝が痛くて針貼ってるんですよ。なんかそれどうしたらいいですかみたいな相談も乗ってもらえたらななんて思っております。任せてください。頭フル回転でね。頭フル回転でいいですね。よろしくお願いします。さあ、そしてもう一つのテーマは芝まり 100%。 はい、あれなんかどっかで聞いたことあるような感じの募集の方法ですね。そうなんですよね、はい、結構丸パクリなので、はい、ありがとうございます。はい、あのこの番組ね、あのセルフプロデュースなんで怒られる人がいないというところがね、あのどう撮っていいのかわからないところなんですけども、今日はこの2つの、はい、メッセージテーマで募集していきたいなというふうに思っております。はい、番組のメッセージ、今日は2つの方法から募集してまいります。ツイッターの方はハッシュタグスタディ885、ツイッターからはハッシュタグ STUDY885、 そして番組の方のメールアドレス info@shibuyacrossfm.jp、 info@shibuyacrossfm.jp、 shibuyacrossfm.jp、 こちらにもメールいただきましたら、どんどん読んでいきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。さあ、そしてね、お話もそうですし、後半はね、生演奏、いやー、ね、はい、もう歌わせていただけるなんて、こちらね、喋りだけじゃなくて、喋りも歌もありがとうございます、はい、ループチャイルドの、ね、曲も含めてガンガンかけて歌ってもいただきますので、50分ノンストップでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では早速今日の曲、このスタートからいきたいと思いますが、曲紹介お願いいたします。はい、それでは聴いてください。私、ループチャイルドの曲で I AMからついてない、でも怖くてどこにも行けないふりしていた私です。ずっと白線の内側でもがいてたけども、本物の私、終わりなからい命果てる
渋谷クロス FM からお届けしております津田翔也のスタディ、ゲストは前田直樹さん、そしてループチャイルド柴野真理子さんをお迎えして番組を進めております。番組のメッセージはツイッターからハッシュタグスタディ885 STUDY885、またはメールインフォアットマーク渋谷クロス FM.jp、 メールインフォアットマーク渋谷クロス FM.jp からお送りください。さあということで準備の方はよろしいでしょうか？もちろんです。いい顔してますね。いい顔っていうのがねラジオだけど、これ、ね、カメラがねあの回ってるんで、はい、そうですよね。そうなんですよ。これがすごいもうクロス FM さんの超強み、特徴ですし、確かにそうですね、あの見逃したって方もねアーカイブまた後ほどご覧いただけますので、あの人なんて言ってたっけとかね、今日はね多分ね健康情報盛りだくさんでいいですね。昼っぽくて、昼っぽくてね、はい、素敵ですね、はい、いいですよね、はい、もう昼ですね。もう思いっきりテレビのようなノリでね、はい、そうなんですよ奥さんって感じでね。知らないかもしれない。知らない人だ。あ、やっちゃった。わからない人がいるかもしれないですよ。もう、もうね、あの世代はあのばあちゃん家で昼焼きそばを食べながら見る番組。そう本当にそれ、ね、小学生の時です僕は。いや懐かしいなって番組だったんですけれども、はいはい、昼といえば健康ということで、はい、さあここから話聞いていきたいと思います。改めて前田直樹さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします、はいはい、ということで今やってる活動を含めて改めて簡単に自己紹介お願いしてもいいですか？うん、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、前田直樹と申します。僕自身が今グルーヴっていうコミュニティを立ち上げてまして、はい、自分自身でそのヨガのイベントとか、あとはそのビーガンスイーツをみんなで食べて持ち寄って食べて、あとはそのそれこそビーガンのレストランに今お野菜を無農薬のお野菜を卸したり、うん、今ちょっといろんな活動を手探りでやってるような状態なんですけど、もともとその1年前までは会社に勤めてまして、はい、でそこから何かちょっと自分を変えたいなっていうきっかけからちょっともう本当にもう飛び出したというような状態ですね。もうそんな感じで1年間もう走り切ってるような状態です。うん、じゃあある意味今の活動をされて1年経って。ああそうなんですね、はい、なかなかそのもうあのほとんど同じ年齢のようなもんなんですけれどもなんかその健康とかそのヨガだったりとかビーガンっていうのはその元々の前の仕事とかでもきっかけがあったのか、もしくは全く違うところから飛び込んでみようっていうのはどうだったんですか？もともとはちょっとラジオで言っていいのか分からないんですけど、はい、もう僕もう全然タバコとかも捨てて、へー、まあ、タバコは悪いとかじゃないんですけど、うん、はいはい、そうですね、もうタバコとかも全然もうバンバン捨てて野球をやってたんですけど、はい、もう健康って何っていう状態だったから、うん、もう真逆ですね今の状態からスタートだったので、はい、なんでその、まあ、今のその、まあ、健康を意識したのもなんかそれこそなんか自分の中でやっぱりその体の健康はもちろんなんですけど、はい、心の健康が一番大事だな、うん、心の健康が本当に一番大事だなと思って、はい、なんかいつもそのメンタルのブレで自分の行動がすごい変わってるのが、はい、すごい自分の行動で、うん、すごいなんかあからさまになっていく自分がいて、あ、これはまずいなと思って、うん、これはなんかちょっと意識しようって思ったのがきっかけですね。意識し始めたのが大体もうそれこそ本当に1年前ぐらいからですね。おお、本当に最近のあったんですね、気づきなんですね。そうなんですよ、そこからスタートしてそうですね、まあ、もちろん今のお話で、まあ、確かにあの野球 ね、しながらタバコ捨てたら巨人ではスタメンになれないんですけど間違いない。そうですね、ヒゲも生やしてたらダメなんで、紳士たれということなんですけど、紳士のね、ただそうなんです、
ただ、まあ、今の話ですごくおって思ったところとしてはやっぱりその、ね、僕も、まあ、あの本業スクールとかやってたりとかするんで、うん、その技術とか教えたりとかするんですけれども、はいはい、やっぱ本番とかのパフォーマンスの発揮ってそのメンタルの部分って、まあ、すごく大きいなってどんだけできても本番 100% の力発揮するのって本当に難しいなと思ってはいて、そうですね、それをねやっぱ気づいたっていうのは大事かなと思いますし、今はそれはどういった形で発信とかされてるんですか？あ、はい、今は、毎月ヨガのイベントと、はい、それこそビーガンのパーティーをやってるんですね、はい、でそのグルーヴっていうその、まあ、これも当て字なんですけど、はい、グルーヴっていう、そう、本当はグルーヴって R で GROOVE で、そうですね、はい、何かその踊り出したくなるようなみたいな、うん、そういうニュアンスの音楽にね一番大事なグルーヴ、そうなんですよ、グルーヴ感みたいな、あ、そうです、そうです、その踊り出したくなるっていうのと、はい、セルフラブを掛け合わせて、なんでグルーヴの R が L なんですよ、はいはい、そのグルーヴ感とセルフラブを掛け合わせたコミュニティを今グルーヴで発信してるんだ。まだ病み上がりですね。調子悪いと。そうそう、大丈夫。まだね、ちょっとね、まだ2ヶ月のブランクがあるから、ね。まだ初めましてなんですけどね。はい、津田さん今日初めましてなんですけど、なんかどうかなっていうところで。おお、先生パンチを食らいましたね。いやいや。あれ限界値か俺。はい、まだまだ。まだまだ。まだここからどんどん上がっていくので、ね。ここからね。はい。そうですね。グルーヴとラーブ。そうです、セルフラブを掛け合わせた、うん、グルーヴっていう会社なんですよね、うん、そうですね、今はどんな人が、あ、ごめんなさい、はい、参加してたりとかしてるんですか？それこそ、まあ、女性の方が多いんですけど、うん、なんかそのヨガをヨガのイベント毎月開催してるんですけど、ヨガとビーガンスイーツの V ヨガっていうのをちょっと毎月開催してまして、はい、でそれもヨガを始めたい方とか、うん、それこそビーガンスイーツちょっと食べてみたいなっていう方がかなりちょっといらっしゃっ、ご参加くださって、もうすごい毎回、まあ、なんか僕が楽しんじゃってるんですけど、うん、それが一番大事ですよね。楽しんで大事です。僕自身がすごい楽しんじゃってるんですけど、はい、まあ、そもそもそのヨガを始めたきっかけ自体も、うん、一度友人の、はい、ご紹介でビーチクリーンのヨガに、ビーチクリーン、はい、ビーチクリーンをしながら終わった後にヨガをするみたいな。へー、あ、ビーチで、はい、わー、場所も綺麗にして最後自分を整ってほー、これがちょっともう自分の中でグッときて、もともとヨガとかはもう一切もう立つことがなかったんですけど、タバコスパーンって言ってたんで、タバコスパーンって言ってたんで、ヨガって何みたいなとこで言ったのに完全に目覚めたんですね。そうですね、そこからですね、なんか自然のパワーと、うん、あとそのヨガの呼吸、はい、やっぱりその、ね、なんていうんですかね、結構忙しいと皆さんちょっと呼吸忘れちゃうんですよね。あれ常にしてるからこそ意識向けないですもんね。その通りですね、本当にそう。そこにすごい向き合える時間というか、うん、なんかそれが自分の中ではグッときて、もっと呼吸しようって深呼吸しようっていうのを、そうですね、うん、なんか皆さんにちょっと伝えれたらなって思って、うん、そのヨガって結構月額制で通われる方とか多いじゃないですか、はい、そんなイメージありますね、はい、なんですけど、まあ、1回でも来れるような、うん、それこそいいんですね、単発でも、あ、そうです、単発でも来ていただいて、ハードルがね、うん、高くなく、もう誰でも参加できるのは、うん、もうきっかけの場なんで、そうなんですよ、きっかけを提供し続けるのが、はい、僕の、まあ、仕事かなっていうのはすごい思ってね。もう全然ペーペーなんですけど、もうなんかその橋渡し役じゃないですけど、はい、が1個座ってあるだけで、しかもその押し付けがましくなく、こちら商売ですみたいな感じじゃなくて、そうですね、どうですかみたいな感じで、いや、なんかこういてくださってるスタンスがすごい素敵ですし、それこそ私やったことないんですよ、ヨガとか、はい、そのビーガンフードも食べたことないですし、はい、っていう人にとって本当にこうハードルがとてもいい意味で低くていいなって思います。そうですね、うん、ぜひ参加してください。ぜひよろしくお願いします。以下同文です。今日こんな感じですか？以下同文、この後も以下同文ね、巻きですよね。この後も島まりさんのコーナーです。ただね、やっぱりその呼吸をするっていうところも改めて意識もそうですし、やっぱり僕も気づいたらなんか肩に力入ってるなとか、まあ、自分もそうですし周りの人もそうだと思うんで、
ね、しかもずっと続けてもらおうって、まあ、ある意味そのちょっと資本主義的な感じでいくと、あ、ヨガやってもらって入会させて続けてもらわなきゃってなると、やってる主催する側もきっと大変なんだろうなっていうふうには思いますので、なんかそういうところでもね、お互い気楽な気持ちでおいでよっていうところっていうコミュニティを本当に今のなんか大事かもしれないですね。そうですね、はい、まあ、ヨガを通じて結構そのジャッジしなくなったというか、うん、人をなんかいい悪いで判断しなくなったのが、なんか僕にとってすごいなんかこれが心の健康かなってすごい思ってるんですよ。深いですねそれ最高ですよね、うん、いいことですね。上とか下とか何にもなくて、うん、みんな友達みたいな感覚ですよねみんなファミリーみたいな、そういうことですよね。やっちゃおうよみたいなみんなで行っちゃおうよ、グループ感でやっちゃおうよな感じで、楽しくやっちゃおうよみたいなそんな感じでいいことができたらいいなって思ってて、そうですね、なんかそれこそなんかいい悪いないじゃないですか、はい、全部そのきっかけだしっていうのは、うん、すごい僕の中で結構思ってて、うん、自分がすごい落ちてる時も、まあ、これもでも人生においたらそのターニングポイントだし、わおサキサキいくファンですね。今のもターニングポイントですね。ターニングポイント今のもターニングポイントなんですけど、はい、なんかそういうなんか機会を大事にしようかなって思ってるので、そうですね、まあ、そうですね、そんな感じですけどね。そうですよね。どんな感じって感じですか。いやいや、本当にでもおっしゃる通りで、はい、いい時も悪い時もみたいな、辞める時も健やかなる時もじゃないですけど、はい、やっぱそういうなんかそういうことを落ち込んでる時にどう向き合うかみたいなのってすごい私も大事だなって、はい、もう日々感じてます、はいはいはい、やっぱ、まあ、自分はシンガーソングライターなので、はい、やっぱそういう時に感じたこととか、ね、もう今しかないと思って来たぐらいな感じでなんかこうメモ取ったりするんですけど、でもなんかそうやってこう自分とちょっとだけでも向き合うだけでも辛いですよ、めっちゃ辛いけど、なんかその時間を持ってただけでなんかすっと片付いてる、一個なんか片付いてる感があって、根本解決してるかって言われるとそうではないけど、でもあ、なんかさっきより上手に歩けるようになったなみたいな感覚になるので、なんかそういう自分と向き合う時間だったりするのかなと思いました。そのヨガという時間、確かにそうですね、うん、心の健康がやっぱ大事なんで、なんか自分自身もその朝ちょっと瞑想してみたり、はい、なんかちょっと自分の時間作ってみたり、はい、それこそ朝白湯飲んだり、白湯意識高いですね。白湯ってどれぐらいの温度なの？そうだね、難しいですよね。白湯難しい。まあ、今45度くらいじゃないですか？40度くらい。40、50度くらいじゃないですかね。なるほどね。まあ、結構僕でももうポットで、沸騰させてもそのままそれこそコップに水筒に入れて、はいはいはい、もう常に持ち歩いてて、今日も持ち歩いてきたんですけど、 それを1時間に1回ぐらい飲むようにしてるんですけど、なんか気合で沸騰するな。逆にお二人のなんか健康健康法とかなんかちょっとお聞きしたいんですけど。津田さん。僕ですか。僕はでもやっぱりその肩力入ってるなっていう時とか、まあ、結局コロナ入って一番最初にしたのって、ね、たくさん寝ることだったんですよ。で、まあ、睡眠時間伸びてまた今新たに生活戻るともう前の睡眠時間には戻れないという感じではあるんですけど、なんかよくYouTube とかでも調べると瞑想プログラムとか体に力入れて寝るとかっていうのがあると結構すぐ寝れます。あ、なんでそういうので早く寝るっていうところを僕結構主眼に置いてますね。はい、なるほどなるほど。でも似てるところあります。私もやっぱ睡眠がやっぱ一番大事かなと思って、ちゃんと寝る、ちゃんと深く寝るみたいなのをすごく私も意識してます。まあ、あとはやっぱ運動も知ってて、そうなんですか、はい、ちょっと水泳行ったりとか、してまして水泳、僕も水泳やってました。あ、本当ですか。3歳までスポーツマン。3歳まで、はい、迷彩にも程がありますよ。喘息を治そうと思って水泳に通ったんですけど、喘息が悪化してまいました、うん、そうそう、覚えてなさそうですけどね。確かに、ね、3歳まで、はい、体じゃまで聞きました僕は。そうなんですね。お母様からちょうど昨日自分の自伝を読んでもらったみたいな感じですよね。そうか、じゃあ3歳からもやってないですね、ほとんどね。
の水泳もね気持ちいいのでね、はい、あの無音になる瞬間がたまらなく気持ちいいさ、水に入って、なるほどなるほど、シーンってなる感じがね、これからの時期にまた良くなってきますね。そうですね、本当にそうです、ね、ということで、あのまだまだ、ね、健康のメッセージとかね、あの話聞いていきたいんですけれども、はいはい、もう番組もあっという間に折り返しのところまで、そうですね、来ておりますのであの引き続きメッセージ募集していきながらあの話していきたいなと思いますけれども、はい、ここでも、ごめんなさい、もう一曲、いきたいと思いますので曲紹介お願いいたします。はい、それでは私ループチャイルドの曲、一曲聴いていただきたいと思います。ループチャイルドでこの空のように。初めて泣く君を見た夕日にそっと光る頬、僕は何を見てた。大丈夫、君の口クロス FM からお届けしております。ダッシュオーエのスタディ。さあ引き続き、お話、ね、お伺いしていきたいなというふうに思うんですけれども、ここからは後半戦でございます。はい、これループチャイルド柴野真理子さん、改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ループチャイルド柴野真理子です。よろしくお願いします。もうね、やっぱりラジオで聞いてる声をね、ここね生でヘッドホンで聞くとすごい安心した気持ちになりますよねっていう感覚を味わわせるようなパーソナリティになりたい簡単にご紹介いたします。はい、お願いします。はい、柴野真理子さん、2005年3月柴野真理子としてインディーズデビューをされまして、はい、その後動物奇想天外のテーマ曲とかに抜擢されて、インディーズシーンでもパワーアップされて、2010年9月にループチャイルドとしてメジャーデビュー、楽曲エヴァーが全国の FM でパワープレイ獲得して、全国でも知名度を上げていかれて、そして、女優の平愛理さんが、PV、ミュージックビデオですね、もう一度ただいま聴きたくてとご出演されて、全国で知名度を上げていかれてというような感じで活動されてまして、2019年7月からは、一人でご自身一人の体制になって、12月にアイアム、ね、1曲目に聴いていただいた曲ですけれども、をリリースして、まあ関東中心インストアライブとかを、やられております。はい、さあそしてあのラジオの方も、レディオベリーの方ではループチャイルド柴野真理子の 100% つながループ、はい、そして K-MIX 静岡ですね、おファンたちの音楽ということで、はい、週2本番組やられてて、もう大先輩ラジオの。いや、もう何をね、持って先輩というかっていうのは、時の長さではないと思いますよ。もちろんね、この世の中の年功序列ではないということは、重々承知なんですけれども、もう番組この前半振り返ると、俺何してたんだっけな前半みたいな、俺2人の会話そんなに遊んでました今。いやもうなんか、すげえってとかずっと溢れてて、確かに、まあ、質問の返しの方法、はい、勉強させていただいております。進行中ですね、まさにスタリーですねこの瞬間。いやもうすごいやりにくいですね本当にもう来てもらえないかもしれないそんなことは
またぜひ、ね、呼んでいただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、さあということですけど、まず最初、今ご自身の最近 の音楽活動でしたりとか、今はどんなような感じで、普段ライブでしたりとか、はい、配信でしたりとか CD とかリリースとかどのような感じでやられてるんですか？そうですね、もう最近はですね、やっぱもうコロナ禍になってからのこの2年間は、まあ、なかなかやっぱりそのお客様を入れてのライブっていうのが本当に年間に1回とかしかできてないんですけど、はい、でも、まあ、それでもやっぱり大きいところで皆さんとやっぱり一緒にこう同じ空間でライブをするって、はい、やっぱねオンラインでやったりもするんですけど、ネットでやったりもするんですけど、はい、楽しいんですけどね、それもだけどお客さんがいるの全然違うんですよ。やっぱりあの入る、これまで普通にやってきてて、うん、強制的に止められて復活した時の、あ、そうそう、この感覚っていうのは大きいですよね。そうです、そうです、余計にね感じましたね。でやっぱりその、まあ、ライブ今やりたいなっていうのは大いにあるんですけど、はい、まあ、ちょっとこうもうちょっとしたらね、世の中がもう気持ち戻ってくるかなっていうのがありますので、まあそこにめがけて今は準備中っていう状況でございます。エネルギーを蓄えてる段階、はい、まさにそうでございますね。でしっかり開けた頃にはもう充電、フル充電の状態の島森さんがもう爆発したいです。爆発早くもうだから今本当にこうね、こうねもう抑えるのに大変っていう状態で、もう上からこう蓋をこうなんかこう押さえてるみたいな、ね、興奮してる競走馬のような感じで、まだかまだかゲートがそうそうそう、あのゲートからこうコンコンってなってるコンコンコンってあのどうどうみたいな状態になってるなっていうのすごく感じますね。その解放された時の音楽、はい、本当に今ね楽しみでならないなっていうような ね、いやだから今日このラジオ呼んでいただけたのも、はい、一つそういうなんかこう出していいよっていう場所なので、はい、すごく嬉しいです。 OK です、本当に後半ね後ろステージもございますので、いや楽しみですね。プチ爆発を今日ね起こしてもらいたいなというふうによろしくお願いします思っているんですけれども、はい、さあその中でやはり僕も今ラジオをねここで始めさせていただいて2年半ぐらいになるんですけれども、うん、もう本当に10年以上ラジオ番組をはい、そうですね、やられてってことだと思うんですけれども、はい、なんかもともとその島森さんがラジオを始めるに至ったきっかけだったりとか接点みたいなところ、きっかけですね、はい、それこそ始めたのがさっき紹介していただいたインディーズデビューと同時期だったので、はい、2005年、はい、一番最初に地元の、はい、栃木の FM 局、はい、レディオベリー、はい、で4年半ライブ番組を持たせていただいたんですよね、はい、でそれはねきっかけはいやよく ある、まあ、新人デビューしたんで、はい、よろしくお願いしますへみたいな感じですね。で地元なので応援するよっていう感じでやったのが最初で、最初はだから本当に何でしょう、もう右も左も上も下も分かんない状態でポンと放り込まれて喋、はい、るってどうやって喋るんですかみたいな、でそして私今よりもデビュー当時はもっとこううまく人とコミュニケーションが取れない人間だったんですよ。相当できないですけど、初めましての人とか本当に喋れなくて顔見れないし、はい、で何かこうわーってやりたいけど、はい、できないっていうなんかそのジレンマの狭間にずっといたんですよ。想像できないですけどね。それがデビュー当時2005年の私で、はい、どうしようどうしようみたいな状況が最初だったんですけど、はい、最初収録で始めて、はい、で手取り足取りディレクターさんに教えてもらって、はい、あ、はいはいここですね、でノート全部もう真っ黒になるまで書いて、すごい、一字一句、皆さんこんにちは柴野真理子ですみたい なんか今日は皆さんいかがでしたかみたいなことをずっと書くわけですよ。でそれからもう逸脱したら終了みたいな、もう一切喋れなくなるみたいなのが、はい、感じだったので、一字一句もう台本っていうかみたいなものを作ってやってました。でその3ヶ月後ぐらいに、はい、もう生放送に切り替えようということになって、そんなにみたいな、これまでやってラジオ聞いてるみたいなディレクターさんみたいな感じだったんですけど、まあポンとね、もうライオン崖から落とすみたいな、子供落とすみたいな状態にさせられて、そしたら生放送楽しいってなったんですよね。そう、もうライブとやっぱ同じですもんね。もうその出したら正直もう出しっぱなし、それをどう受け取ってくれるかっていうだけの話になってくるので、もう全力投球していいんだっていうことが
そこで解放されて、ある意味じゃ収録から生放送でもある意味、まあまあ、やっちゃえみたいな感じで。そうです、完全にやっちゃいましたねいろんな意味でやっちゃってたと思います。すごく喋りが速くって、はいはいはい、自分で当時 MD ですよ、 MD にその日の登録をね、はい、焼いてもらって聞くんですけど、はい、速くてね、どうも皆さんこんにちは、ループチャーの柴野真理子ですみたいな、早いですね、柴野真理子っちみたいなことでバーって言っててですね、はい、いやもうこれはこれどうなの、いやダメだろみたいなことを繰り返して繰り返して今に至ります。なるほど、はい、やっぱりそのじゃ生っていうその実践の環境があって、さらに、うん、技も磨かれて今が、そうですよね、はやっぱイチロー選手の言葉だったと思うんですけど、はいはい、やっぱりもうバッターボックスに立たないとわからないことだらけだっていうのは、うん、なんか、ね、いつも心に留めていて、いい、ね、だからやっぱもう考えてもわかんないんですよね、本番どうなるかってもうわからないからもうここまで準備したから、もうあとはもうそこにバッターボックスに立つだけだっていう感じで、ラジオもですしライブもそういう感じでやってますね。まあね、言ってしまえば準備しててもイレギュラーなんて起きることたくさんありますから。そうそうそう、だからガチガチにね、はい、準備すると逆にそこから外れた時に、ね、えってなっちゃうっていうことなんで、それもね経験で分かりましたね。おかげさまでございます。2005年からやられてってことだと思うんで、本当にラジオの仕事ってずっとやられてると思うんですけども、はい、今このタイミングで例えば普段の番組作りとかでも意識してるところだったりとか、うん、それこそ例えばリスナーさんとかの関わりとか、なんかそういうところでなんか気をつけてらっしゃるところとか、こういうふうに話持っていこうみたいなとかって、そういうアイデアだったりとか、はい、プランみたいなってあったりとかするんですか。です、あ、メモ取って、はいはいはい入ってます、入っております。嘘です、嘘です、なんでしょうねなんかだからそれこそもう昔若かりし頃、はい、始めた頃はやっぱりなんかこうでなきゃいけないっていうことがすごく自分の中にしっかりできすぎてて、うん、それに縛られていたなっていうのはありますね、はい、まあ、それによって、まあ、培われたものもきっとあるんでしょうけど、でも今はよりこう本当に自由に、うん、はいどうぞみたいな感じでポンとこう自分を差し出すみたいな状況を心がけてますね。みんなおしゃべりしようみたいな感じでやってます、はい、ある意味なんでしょう、もう構えないというか、来たものに対して打っていくっていうような、そうですね、そっちの方がやっぱ面白くなるっていうのはすごく感じてますね。なるほど、それはやっぱりリスナーさんがいてくれるからこそできることなので、うん、本当感謝してます、はい、そうなん、まあ、あれですよね、でも2005年から始められたってお聞きしたんですけど、うん、はい、そうです、そこのずっともう努力があったから、その、ね、基礎があったからですよね、そうやって色が出るのも、まあ、そうですね、うん、まあ、積み重ね、自分なりには一生懸命積み重ねてきたなとは思いますけど、でもやっぱ育てられましたね、リスナーさんにもやっぱ番組のディレクターさんにも本当に厳しく言っていただいたりとか、もうやっぱそれがないとね、客観的に見れる自分がやっぱできました。なんかバーってやっててもなんかなんとなくこう第三者的に見てる自分がいますね、いてくれるようになった気はします。はい、一個お聞きしてもいいですか、はい、厳しい言葉かけられると多分今の子ってそれこそ、うん、まあ、今の子って言い方ちょっとよくないかもしれないですけど、厳しいことをかけられると、うん、それこそなんだろうみたいな、ね、ちょっと構え、それこそ構えちゃったり、うん、うん、いや何言ってんだよって思っちゃうと思うんですけど、ありますよね、うん、どういうマインドでそういう言葉を受け入れたのかっていうのちょっと聞きたい。どうでしょう、まあまあ、私昭和生まれなので全然見えないですけどね、全然見えないですけどね、叩かれて育ってきた感があります、大いに。やっぱりその、まあ、まあ、今の風潮ではないですけどね、はい、その叩かれたって暴力じゃないですけど、やっぱこう厳しくされて、うん、なんだってみたいな、あみたいな状態で育ってきたんでやっぱなんか反骨心みたいなものがやっぱり自分のすごく根底の部分で大きな力になってたので、うん、だから今の確かに若い子たちってもう構えちゃうから、うん、もう傷つけられるっていう状況に入っちゃうじゃないですか、はいはいはい、だからやっぱこっちがね工夫するしかないよなとすごく思っています。
だから20代前半の子とかと喋る時とかはどうしたら伝わるかなっていうのめっちゃ考えるようになりました、うん、この点は、まあ、僕もずっとあの中間管理職で上からも下からも挟まれてっていう状況でやってたんですけど、本当に極端な話するとなんか変に叱ると刺されるんじゃねって思ったりとかもして、あるじゃないですか、はいはいはい、まあ、極論ね。そうですね。なんで、まあ、ちょっとこれ言わなきゃなって思うこともあるんですけれども、とりあえずまずは一個褒めるところを探す。やっぱ人ってダメなとこ見たくなると思うんで、どうしても目につきやすいですし、どうしてもその優劣をつけたがる性質っていうのもこれはしょうがないと思ってるんで、どうしてもまずは相手のいいところを見ようっていう風にして、そうするとまた見方も変わったりとか、同じ叱るっていう行為だったとしても違うんじゃないかなっていう、僕はあなたのこういうところをリスペクトしてるからこそここのレベルをここに上げてほしいっていう風にすると、僕はポジティブな伝え方ができるんじゃないかなって日々感じていながら試行錯誤の段階ですね。なるほど。いやでも素敵ですね、それね。素敵ですね。なんかやっぱりでもあれですよね、なんかこう相手をよく、はい、よく 見る、はい、で受け入れるみたいなところがベーシックにあって、なんかこうお互いにそうだよねってこうビルドアップしていける関係なのかなって思います。うわーって言われると、ね、萎縮しちゃうんで、だからこそ自分はしたくないっていうのがやっぱありますね。なるほど、本当にそうですね。すごいですね、なんかテーマがでかくしっかり社会に切り込んだ感じになりましたよ ね、 ね、こういうのがね、いい、まあ、いい学びです。いい質問でした。ありがとうございます。さあ、ということで、番組も残り10分ということですので、早いんですよ。これ50分ですよね。50分です、ね、もう40分やってるんで早いです。あと2時間ぐらいの人ですね。でね、まだまだね、たくさんね、話したいことあるんですけど、津田さん枠買ってください。お、津田枠買っちゃった。夜かー。江崎さん、ちょっとご連絡しますよ。そうですか、また10分、はい、ですね、ということでスタンバイの方お願いしたいんですけれども、はい、その間にもう一曲だけお届けしたいなというふうに思いますので、曲紹介だけお願いいたします。はい、それではもう一曲聴いてください。ループチャイルドで美しき日々。クロス FM からお届けしております、津田翔へのスタディ。ここからはループチャイルド柴野真理子さん、柴真理さんのライブパフォーマンスです。では参りましょう。 It's Showtime。 それでは生歌で一曲お聴きいただければと思います。サイレンが鳴り響いておりますけれど、歌いたいと思います。ね、この曲はですね、2020年、本当にコロナ禍って言葉が生まれた年に書いた曲なんですけどね、本当に成人式とか、甲子園とかができなくなっちゃったっていうニュースを見てね、なんか本当に当たり前にできると思ってたものができなくなっちゃう、みんなの姿、そしてそれはなんかそこに映ってる、画面の向こうに映ってる甲子園球児とか、成人を迎える子たちだけの話じゃなくて、自分においても、あ、なんかこんな風に当たり前な大事だったものがなくなっちゃうことがあるんだなっていうことを本当に突きつけられてね、そんなところから、思いを紡いだ曲です。それでは聴いてください。一つ。
にできたね。おはよう、おやすみ、ありがとう。真珠のような君との日々を一つずつ糸に通す。世界は思った以上に知らん顔で回るから、ちゃんと君と一人でもできること、すごく簡単にできること、それを君と面倒くさくしてケタケタ笑ってたい。嫌い、大好き、愛してる、ブラックホールみたいな日には怖がってちっと私よ。時計は思った以上に突然止まるとした。だから君と魂のこもった映像ね、心地よかったですね。ラジオの前の方のね、届いていると思います。メッセージも、ね、届いてますよ。小枝の小鉄さんですね。はい、下森ちゃん、ゲスト出演おめでとうございます。ありがとうございます。いい歌ですね。これからも下森の魂の叫び全部受け止められるから、いい作品期待してます。グッドワークとのことです。うわ、嬉しい、ありがとうございます。ツイッターの方もね、あのフェルマーズさん、宮奈さんからもね、あの応援メッセージの届いております。ありがとうございます、はい、メッセージありがとう。どうでしたか、特等席ですよね、ここね。確かに、はい、最後の歌が良すぎて、はい、もう全部忘れちゃったんですけど。どういうこと、どういうこと、何を忘れちゃった。今日の全部の流れを忘れちゃった。もう忘れちゃった。天然ですね、直樹さんね、はい、すごい天然。天然の好青年です、皆さん、はい、ぜひ覚えていただいて。前田直樹です。まあ、でもこのような機会を本当にいただけたのでありがたいんで、うん、なんかもっともっと自分の活動に生かせればなということと、あとはもう島森さんも応援していきます。ありがとうございます。いや、応援ファンに、ね、もう今から、そうです、我々一ファンとして、嬉しいです、ね、先生として、はい、ありがとうございます。応援していきたいなというふうに思っております、はい、
8.5 渋谷クロス FM 津田翔のスタディ、もうエンディングのお時間でございます。もう最後に告知がありましたら一言お願いいたします。はい、22日と今月の22日と、はい、はい、今月は20の、はい、8日ですね、はい、イベントやってるのでよかったらインスタグラム、グルーブで、はい、GLOOVE で調べていただければそこからまたイベント情報も発信しているのでよろしくお願いします。はい、はい、私ループチャイルドはですね、ぜひブログの方をチェックしていただければと思います、うん、はい、こちらの情報載ってますのでね、よろしくお願いします。お願いします。ということでまもなく以上でございます。次回6月13日です。またお会いしましょう。バイバーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。